今週のプレーヤーをご紹介します。前回に引き続きミックスダブルスペアの石井さん牧原さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これがいい。もう安定してる。よいしょ。熱血スーパーテニス。科学で健康をサポートするシクロケムグループの提供でお送りします。今回はパートナーチェンジをしてレッスン。どんな展開になるのか、牧原さんのボレーに注目。牧原さんね、ちょっとねボレーの時がファーストボレーの時が、はい、テイクバックがちょっと大きくてこっからスーッていってる。もうファーストボレー入る時にもうテイクバックなしでこれだけ、はい、この分が多分ボールがゆっくりだったらこれでいけると思うんですけど、速くなったら絶対打点が後ろになるんで、もうこっからトンといく感じ。はい、牧原さん修正できるか。そうすごいじゃないですか。言われたことすぐできるじゃないですか、ボレーナイスボレーナイスナイス。これもありがとうございます。見違えるように安定してますよ。ナイス。確かに楽ですね、この方がね。より安定しますよね、すこの分。もう一度パートナーを変えてレッスン。ここである提案が。石井さんどうしましょう。練習しましょうか、勝ちに行きましょうか。勝ちたい。勝ちたい。勝ちたいからちょっとガチでいきますね。ナイスショー。ナイスアップ。ここから石井さんのポジショニングに注目。冷たすめませんでした。今いいロブだったからあれをすぐ前に行かないと、ね、今のも一歩でいいです。僕のボールショートクロスに入ってるじゃないですか。牧原さん、バックボレーの時に、はい、ここを締めないといけないですよね。おそしたら一歩でいいからここに、うん、センター入ったら一歩でいいから、この一歩で届く範囲だいぶ変わるんですよ。ここにいたらそこあれ打たれたら届かないんですよ、はい、だからもう一歩だけでもいいから触らなくていいから動くようにしましょう、はい、さあ石井さん前に出るんだ。冷たい、はい、そうそう、オッケーオッケーオッケー大丈夫大丈夫、冷たすぎラケットあげないオッケー、もうあれ練習しましょう。絶対冷めないといけないんで。冷えてるつもりでもまだまだ3歩ぐらい冷めないと冷たことになってないんだなっていうのがすごく思いましたね。おお、できたできた。それをさっきやってほしかった。